キャトラブどうも、キノコです。龍馬人集会イベントも今日で早くも7日目ですが、皆さんいかがお過ごしでしょうか。私は今見ての通り、バニーイートステージにて、バニー監督集会に愛しんでおります今日この頃です。今回の横取りについては、なんとか動画外で終わらせたため、封印をマックスにでき、楽々とこのステージを周回することができている、なのでございます。ですがその封印をマックスにするべく、行った横取りにて、今回もやってしまいました。課金というやつです。というわけで今日の動画は、大の通りです。こんな感じでもはや、動画にもしない頻度で息をするように、高頻度で行っている、課金劇ですが、果たして、私キノコは、この妖怪ウォッチプニプニというアプリゲームに、今まで、いくらのお金をつぎ込んできたのか、今回は、Apple ID の購入履歴を遡りながら、皆さんと一緒に確認していきたいと思います。では行こう。さあ、ログインしてまいりました。私の Apple ID。どうやらこのアカウントは、2021年から使っていたみたいですね。まずは、2021年の購入したものを見てみましょう。おや、この年はまだ、プニプニに1円も課金していなかったみたいですね。受験期だったというわけでそこまで、プニに没頭できていなかったということも、原因の一つに挙げられます。この頃は、メイン中にも、お金を見ついでいなかったのですね。それでは、続いては2022年を見ていきましょう。おやっちゃってますね。2022年の元旦から、購入履歴を見るところによると、ここで、トリプル S エラベールコインを購入して、極月を手に入れています。突然ですが、エラベールコインを買いましょう。どうやら当時のツイートを見る限り、2022年1月1日に、本赤の課金を解放しているようです。逆に考えると、それまでずっと無課金でやっていたことが信じられないですね。そしてさあ、しばらくは課金はしていませんか。おお、初課金から1ヶ月後に今度は横取りチケットを1枚だけ買っています。これも確か動画にした記憶が。あの頃はまだ課金をすることに慣れていなかったため、iTunes カード1枚を買うだけでも、普通に少し緊張していた思い出があります。そしてまたしばらくは課金をしておらず、今度は2022年の3月21日に超人気妖怪エラベールコインを買っていますね。これも確か当時の動画にて、小ネタ集の一部に使った記憶がついに買ってしまったぞ。超人気妖怪エラベールコイン。さあ誰にしようかな。よし、ジバニャンにしよう。動画撮影後にあのジバニャンを使った記憶はもちろん1ミリもありませんが、あのジバニャンのおかげで素敵なサムネを作ることができたので、個人的には買ってよかったなと思っているコインでございます。おや、2022年の4月はプニには1円も課金していない模様。そしてさあ5月はどうなのだ。おや、ニャンボコインに6100円。あれれ、ニャンボコインにまた6100円。あれれれれ、ニャンボコインにまた6100円。こんなに大金のニャンボコインを購入して、当時の私は一体何を考えていたんだ。というわけでニャンボ課金2万円分買いました。この大量課金のおかげで運よく、ニャンボ種族を引きずり出すことができて、今の最強本赤が成り上がっているので、この2万円のニャンボコインも全然買って後悔していない素晴らしきお買い物でした。そして2022年の6月後半、おやここで2日間に分けて元気ドリンクを爆買いしていますね。地味にこれが、キノコ史上初のドリンク購入でございます。確かこのイベントの時は、将棋おはじきが開催されていた時で、そうです。あの悪魔乗りツイート打者の時です。そして1週間後の6月26日にも元気ドリンクを購入しております。これはおそらく、はじめ社長の畑の大地さんに、610円ですね。ちなみに最近の大地さんはというと、絶賛ながら失踪中なため、いつの日かまたプニプニに戻ってくださる日が来ることを祈って、皆さんはじめ社長の畑のチャンネル登録をしておきましょう。そして2022年7月は課金なし。そして翌月の2022年8月はおっと、かなりでかい買い物をしておりますね。初めて、ロイ X コインに投資した時の9000円ですね。これ以来、まだ、本赤でも、超 EX コインは購入できていないので、また、いい感じの EX コインのラインナップが来た時にでも、何十連か回してみましょう。そして続いては、おや、これはツチノコ初の漢方課金ですね。これも確か動画にしたような、ついに、フレンド様からの HP 救済が途絶えてしまいました。サブアカからの救済も、もう使い切ってしまったし、漢方もレベル9までクリアする時点で、ほとんど使ってしまったし、どうしようというわけで漢方を飲んでいきます。この頃のゲートは、封印ボスステージがなかったため、多少漢方に課金するだけで、ワイポ特攻をゲットできたため、この頃のゲートではすごく良かったです。そして翌月の9月は課金なし。そのまた翌月の2022年10月にはどうやら課金限定コイン5000円分を爆買いしています。これは確かアップルの課金バグが来ていて、課金アイテムを通常より安く購入できたタイミングで爆買いしたものとなりますね。というわけでさあ、アンドロイド民からの怒号も聞こえてくるところですが、価格がバグっている今、 iPhone 民がするべきことはただ一つでしょう。そう、アイテムの爆買いです。とりあえず計5000円分、新参ダブルゼータコイン2枚と新参トリプル S コイン1枚を買っていきましょう。プニ界の伝説にも残る良き思い出です。そしてその次の10月後半のイベントでは、おや、また横取りチケットを購入していますね。それも2枚、それも3枚、おやおや、そして4枚。あれあれ、どんだけ金をぶっ込んでいるのだ。おいおい、どうした、月の腰よ、ここでいるぞー。
過去の寄稿は水に流すといたしましょう。そして翌月の2022年11月ではまたもや元気ドリンクを爆買いしていますね。これは確かチャンネルの総再生回数が1000万回を突破した記念に行ったお助け企画にて課金したものだと思います。またお助け企画は良きタイミングにでもやりたいですね。さあ11月はこのくらいでしょうか。おや、なんだこれは。妙に Y ポイントを570ポイントだけ買っていますが、これは一体何に使ったやつでしょうか。地味にツチノコ発の Y ポイント課金ですが、なぜに570ポイント当時の動画を見返しても全くわかりませんでしたし、これだけはマジで謎のお買い物でした。続いては2022年12月にスターターパックセットを購入。このあたりからは皆さんの記憶にも新しいでしょう。ミサトさんが買えたやつですね。私は今現在見てもらってもわかる通り、誰が買うのかがわからないスターターパックを買っております。スターターパックの歴史はここから始まったのですね。このパックはオハゴルイベなどで買うと普通にイベ期間中に使える特攻キャラを確定でゲットすることができるため、今後もオハゴルイベの時はこのスターターパックを販売してほしいところです。そして2022年は以上ですかね。続いては2023年に入ってまいりましょう。この年の1月には何も購入しておりませんね。そして2月に入りますと、やここでイベント終盤にもかかわらず元気ドリンクを購入していますね。おそらくこれは動画にはしていませんが、ゲントリを購入して Y ポイントを稼いでた時だと思います。特攻キャラがある程度揃っている方は普通に Y ポイントを購入するよりかはゲントリを購入してワイポを稼ぐ方がよっぽどアドなため、たまに私もこの戦法は使っているであります。そして今月に入りまして、早速イベント初日に元気ドリンクとスターターパックを購入していますね。確かこのスターターパックについていたキャラはほぼ使い物にならなくて、購入した直後にそのことに気づき少し嫌な思いをした記憶があります。そう、あれは忘れもしない、あのフミルなんとかクソ女。今回のイベでは運営のミスによりイベント序盤から復刻キャラに対して同じレースポイント特攻がついているため、こいつの存在意義はほぼ皆無と言ってもいいでしょう。が私は女に貢ぐ金なら腐るほどあるというわけで、早速フミルなんとかに1000円を貢いでいきましょう。そしてその後にも元気ドリンクを購入し、今回のイベントで横取りチケットを2枚買って私の課金歴は終了します。そしてさあここからがいよいよ本番でございます。さあ今までここまでダラダラと紹介してきた私の課金歴ですが、果たして私の分への総課金額はいくらなのか、皆さん気になるのではないのでしょうか。その答えはこのレベル 5ID のページをログインした先にあります。それでは皆さん行きますよ。私がプニを始めて約4年間、プニにはこれだけ課金してきました。51,510円、51,510円課金でございます。あ、そうですか。とうとう5万円を突破していましたか。一般人から見たら5万円という金額は相当な大金のように思えるかもしれませんが、おそらくプニ実況者目線からこれを見たら、てめえマジ舐めてんじゃねえぞ案件だと思います。むしろよく1年以上もプニ実況を続けてくれて、5万円ほどの課金で済んでいるなと思いたいです。まあ言うて、私の課金はレアコインの販売が来た時にたまにドサッと爆買いするくらいで、あとはゲントリや横チケをちょくちょく買うくらいなので、おそらくそこのところが、そこまで課金額が膨れ上がらなかった理由だと思います。とまあ今回はこんな感じの緩い動画になってしまいましたが、とにもかくにもこの動画で言いたかったことは、プニ課金はほどほどにねということでした。ありがとうございました。というわけで以上こんな感じの課金発表会動画でした。それではさよなら、ピンピンピストルーバキューン。